はい、緊急特番の時間です。今日はですね、いわゆる日本政府が出しました補正予算通りました。これから実行に移されるわけですけれども、果たしてこんなものでいいのか、こんなものって言っちゃいけないですけど、こんなものでいいのかと、まあ、いう形で、我々は危機感をさらに抱くことになりました。そして、この問題について、ずっと発言をし続けてこられたお二人をゲストにお招きしましてお話を伺いたいと思います。まず、衆議院議員の安藤博さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。そして産経新聞特別記者編集委員兼論説委員の田村秀夫さんです。よろしくお願いします。まあ、早速ですけれども、まあ、一応補正予算が通ったということでなんですけど、安藤さんちょうどですね、100兆円の補正というのをね、はいはい、まあ、打ち出しました。ちょっとまずこの細かいことはまた後でお聞きしますけれども、はいはいはい、まずこの補正予算のが一応衆参通って、まあ、実行に移されるということなんですけど、その感想をお二人に聞きたいと思うんですけど、安藤さんからちょっと感想というかですね。まあ、補正予算、もともとのこの一時補正もですね、ちょっと一部の、まあ、メディアとかには放送されましたけれど、4月の頭に自民党の中で、この案が示されたときにですね、やはりこれではあまりにも規模が小さいし、真水部分も小さすぎるし、もともと我々の議員連盟では3月の11日に30兆円規模の補正予算を組んでやらなきゃいけないと、それからプライマリーバランスの黒字化目標は撤回というか延期をしてですね、30兆円は全部国債で賄うべきだと、それからやっぱり保証をやらなきゃいけないってことを言ってきたわけですね。まあ、それとあと消費税ゼロというのもありましたけれど、まあ、まず私が一番心配しているのは保証の部分です。やっぱり企業がこれだけ自粛といって経済活動を止められてしまうと、お金が入ってこないわけですから生きていけないわけですね。でそれに対しての手当というものが一時補正で融資はあったけれども、やっぱり融資じゃダメなんですよね。そうですね。融資じゃなくて保証ということに、お金をあげるということにしないと、堅実な経営者の人はこれいつまで続くかわからないし、返済する見込みがないのにいくら金貸してあげるって言っても、いや後で返せなくなったら迷惑かけるから、だったらもうここで事業廃業してしまおう、という選択をする経営者は堅実な人ほど多いわけですよ。そうですね。だからそういう人たちに希望を持って、今休んでも大丈夫だと、必ずこの後コロナの騒ぎが収まった後に事業を再開できるし、その時にはしっかりと今の陣営を守ったままね、今の陣営を守ったまま次再開できるんだと、もうそういう希望を政府は強く出さなきゃいけなかったんですけれども、これが一時補正になかったんですよね。なので私はこれ非常に最初不満でしたし、ここをちゃんとやらないとダメですよってことで4月の頭の党の会議でもこれ申し上げたんですけどね。で、我々の議連ではもうすぐにこれ次一時補正はもうこれで仕方ないけど、そこでこねてもまた遅れるだけなんで、まあ、これはこれ通さなきゃいけないけれども、すぐに二次補正の話にかからなきゃいけないよねっていうことをずっと議連の中までは話していて、ただまあいつこの次の提言を持っていこうかっていうのはこれ結構議論してたんです。もうさっさとねこれ補正予算の議論してるけど、その前に出しちゃおうかって話もあったんですけれど、やっぱりこれ補正予算通ってからにしようかということで4月の30日に改めて二次補正に向けての提言書を出したと、まあ、そういうことですね。はい、100兆円の補正ということをこれから要求していくということ、はい、田村さんこの第一次と言っていいんでしょうけども、補正予算の成立、まあ、これはどういうふうに考えてますか。まあ、まず、まあ、第一歩ですよね、本当のね、まあ、だけどこれからもうそれはもう安藤さんおっしゃるようにもう2段3段とね、もうこれは今からもうそれをまあ用意するっていうか、もうほぼ確定するぐらいのつもりでやらなきゃいけないですね。というのは今回の緊急経済対策というのはですね、まあ、大きく分けると2つあるわけですね、はい、最初はもうこのコロナを制圧するためというか、コロナの感染を拡大を阻止するため、そのために必要な現金給付でありね、中小企業に対するその休業補償同然のやり方ですね、まあ、こういったことでその人のがその動かなくても済むようにした上で、その感染を拡大を阻止して、それでピークアウトさせて、それで徐々にですね、
人の動きがまた再びそのできるようになると。しかし日本経済というのはそもそも、ね、消費税の増税およびそのデフレ圧力のためにも沈みかけてますからね、でこちらの方をしっかりやらないと、もう本当にもう L 字型の超低迷経済が続くということになりますから、要するにその経済 の, その V 字型というのは、そのなかなか何をもって V というか問題なんですけどね。でとにかくその他の先進国並みにですね、あの経済が必ずこの浮揚する、そして再生に行くという、まあ、こちらの方の道筋をしっかり睨んだ第2弾3弾の、まあ、経済対策というものがですね、これもまた当然これ必要になるというわけですから、このあたりのこの設計をですね、もう早くこれ決めてほしいですね。そうですね、あの私はねちょっとお二人の話も聞いてそうなんですけど、まあ、あの参議院の最後の、予算委員会を見たとき、一番ショックを受けたのは、まあ、ずっとなんだと思いながら見てましたけど、いや共産党の小池議員 の,、ね、あの質問に答えて予算、じゃなくて、財政規模がありますからって、もっとどんどん金出せよと、潰れようとしてるのになんでそんなね、融資だなんだとか手続きも煩雑でと、こういう、まあまあ、ある意味で共産党ですが、まあ、それは私は正解だと思うんだけど、そういうことに対して財政規模がありますからって、って感じですよ。相変わらずその、ね、財政均衡論というのかな、あの財政再建論みたいなね、もう逃れられてないと。でそれともう一つは、まあ、これから様子を見ながら、あの次の第2弾第3弾も考えていきますみたいなね、こういうようなことで全く危機感がない、それから今田村さんからご指摘あった消費税の問題が増税がやっぱ大きな影響を与えてるんだと、ウイルス騒動だけじゃないんだと、もともとそういうひどい状態で来てたのに、それをみんなウイルスのせいにしてる、これ日本の経済の基本的なところは、まあ、実は今週、まあ、今日ですね、あの放送します中でも出しているのはやっぱり財政再建論というのが諸悪の根源になっている、で今特に有事ですから、有事感覚が全くないまま、この延長線上でその経済対策を考えているということなんだと思います。なんでちょっと、まあ、その時で、まあ、先ほどちょっとこれね朝日新聞なんですけどね、自民若手100兆円補正と、ね、はい、まあ、これ安藤さんの会ですよね、これね、はいはい、そうです、安藤さんの会が、まあ、100兆円の規模でやれということで、はい、まあ、この間違ってなかったらそのちょっと言ってください、はい、予算案の編成を100兆円規模の今年度補正予算案の編成を政府に求める提言を発表した。売上が減少した中小規模事業者への給付金の拡充50兆円、国民への現金給付の追加26兆円などを要求、新規の国債発行で財源を賄うとしたと。提言を発表したのは日本の未来を考える勉強会会長安藤博衆議院議員。提言には医療介護の現場支援5兆円、地方自治体の臨時交付金などの増額5兆円、大学生向けの就学支援制度の拡充1兆円も盛り込んだと、はい、大体これでいいんですか。はい、そうです、そうです、はい、はい、こういうようなことなんですけれども、これを提言として打ち出したと、記者会見もしたと、ね、はいはい、ただね残念なことにこの新聞の記事、朝日新聞はまあこのぐらいの記事でやってる、でも産経とかそういうところが意外とね、ないんですよ、はあはあ、あの報道がね、だから非常にちょっと残念だなというね、あの感じがしてるんですけれども、これちょっとまあ客観的に今説明いただきますけれども、田村さん、このねこういうの私もちょっとこれ賛成なんですけども、どうですかこういう、いやもうね本当にいいタイミングっていうか、はい、さすがねこの自民党の若手のグループの人は、はい、今牛耳ってる長老どもとは随分違うなと、まあ、これは非常にエンカレンジングなんですけどね、とにかくあの100兆円っていう数字がもう僕は非常に重要だと思うんですよ、これは、ね、経済っていうのは、とか景気は木ですからね、まず100兆円この財源はもうちゃんとあるんだと、だからそこでだからこういうものでこれができるっていう、そういうことをもう強いメッセージとして、これはもう安倍総理自らこれ早くね、本当は安倍総理に言ってもらいたいことですよね、これは、そうですね、安倍さんだけどこの間
の国会の答弁で高橋コレキを評価してたでしょ、うん、だからちょっと変わったんじゃないかと、いやいや、ところが私さっき言ったよね、うん、いやいや、ね、その財政規模の問題もありますからって、うん、なんと言ったら高橋コレキがもう怒っちゃうどこ行っちゃうんだって、だから矛盾してるんですよ、うん、まあ、100兆円やったっていうのを言いたかったんでしょうけどね、規模は100兆ありますよということを言いたかったんでしょうけど、うん、でもあれはちょっとね、内容が真水とは全然違うね、うん、はいはい、うん、これまでの事業も全部含めてね、100何兆でしょ、全く違うんですよね、それでこれまでにない手を打ったというか全然違うっていう、うん、これまで通りの手を打ってるだけっていうね、うん、いうことなんですけど、ちょっとまずあの、今の このこれからのことは今あとちょっとこの田村さんの記事もあるんですけど、まずこの100兆円規模、これ今ざっと言いましたけど、ちょっと説明してくれますか、はいはい、まあ、まずですね、あの先ほど社長もおっしゃいましたけど、うん、あの財政の話ですね、はい、ちょうど今日日経に面白い記事が出てましてね、はい、事業者の休業補償は必要かというタイトルで記事が出てて、これ中身なんて書いてあるかというと、経済が尋常でなく落ち込むのをここで支えておかないと将来世代にとっても不幸だと言い切れる場合のみ赤字国債の発行もやむなしだと言えるのだと。すごいですよねこれ日経新聞の記事で、いやこれある意味すごいなと思ってちょっとツイートしてたんですけど、目の前で企業はバタバタ倒れていても、うんうん、将来世代にとってこれ不幸でなければ放置すると、うん、そういうことですよね、いうことですよね、そうなんです、いやすごいなと。でもこれ安倍政権の姿勢、申し訳ないけどね、自民党政権ですけどそう思うんですけど、ね、いやでもこれをやっぱり新聞でね、うん、やっぱり大新聞でこういう記事が堂々と出てて、うん、やっぱりこれにある意味賛同する方もそれなりにいらっしゃるわけですよ、うん、いるんですよね、いやここでバンバン出したってね、はい、後で付け回しがあって、結局国民がそれ払わなきゃいけないじゃないかと、うん、だからここでバンバン金出すのはどういうそれでいいのかみたいなことを言う人も結構いるんですよね、うん、だからそんなことないと、もう日本は全然100兆円ぐらい出したってびくともしないし、うん、金利が上がることもないし、うん、返済分になることもないんだから、うん、どんどん今は出せばいいんだってことを政治家とかも自信持ってドンと言えばいいし、うん、ただ学者の皆さんもやっぱりこの財政がっていう方いるんですよね、うん、まだだからそこのところやっぱり一致していないのが、うん、こう金が出せないという一番大きな要因で、これが本当に問題だけれども、うん、まあ、先ほど田村さんもおっしゃっていただいたみたいに100兆円というね、今回このインパクトのある数字をドンと出して、うんうん、でやっぱり国民の皆さんに安心感を持ってもらうというのが今何よりも大事なわけですよ、うんうん、強いメッセージを出さなきゃいけない、うん、まあ、そういう意味で、我々は与党の中からこれを言うのが非常に大事だと思ってまして、うん、ね、まあ、タイミングを図って、4月の30日に公表させてもらったんですけれど、うん、まあ、内容はまずこれですね、国民を守るための真水100兆円令和2年度第二次補正予算編成に向けた提言ということで、提言の目標を明確にしたんですね、うん、で新型コロナウイルス感染症の感染拡大を全力で防ぐとともに、コロナショック以前の国民生活、雇用、経済力及び生産能力を維持すること、これを明確にしておかないと、今の政策だとですね、もう企業がある程度倒れたりとか、あるいは損害を被るのこれ仕方ないとみんな思ってるんですよ、なんとなくね、今の対策だと。でもそうすると生産能力の維持ができません、はい、経済力の維持ができません、うん、で企業が一つでも倒れれば今の日本の560兆なりのですね、生産能力が損なわれるわけですから、うん、マイナスからのスタートになります、うん、それから企業に損失を被らせる、損失を持たせるということは、うん、まあ、企業は、経営の体力を持ってある程度体力があれば設備投資をしたりとか新しい店舗を出したりとか、うんうん、そういう展開をしますけれども、ここで損を被らせてしまうと経営体力がなくなるんで、うん、次の設備投資とかができなくなりますよ ね、うん、そうですね、だからそういう意味でもこの従前のね、うん、この経済力を維持するっていうのは非常に大事、それを明確にまず書いたんですね、うんうん、で補正予算の規模としては機動的な財政出動を実現するために真水で100兆円の枠を設定して財源は全額国債を充てること、でこれは100兆円のまず枠を作ることが大事で、
これ使う必要なかったら使わなくてもいいんですよ、うん、別にね、うん、ただ100兆円は彼段取りしましたと、うん、でいつでも出せますよと、うん、こういう体制作らなきゃいけないん で、うん、でそのためには100兆円しっかりとここで作ってですね、うん、で前もこの何日か前に党の幹部とも喋ったんですけれど、これ100兆円でいいと、うん、でもし使わなかったら減額補正をその通りにかければいいんだから、うんうん、まず100兆円の予算を作りましたよということを次の第二次補正ではやらなきゃいけないよねということを私も話をしていて、ある幹部の方もね、いやそれはその通りだと、もうできるだけ積んどいて後で使わなかったら減額補正をするということをやればいいので、そういう方法がいいんではないかということで、ある程度ですね、この金額が100に行くかどうかっていうのはまだちょっとコンセンサス得られてないですけれども、それなりの枠の予算規模にはなりそうだなというふうな印象は持ってます。で提言の内容はこういうことです。まず1番目、持続化給付金の大幅拡充、これ今回新しくできたのが持続化給付金というものです。これ中小企業には200万円で、個人事業主には100万円、これは使途を限らずですね、何にでも使っていいという形で、新しくできた給付金なんですけれども、ただ規模が小さいんですよ。100万200万じゃ、ね、あの会社の規模によってはこれで助かるところもあるだろうけれども、全然スズメの涙みたいなところもありますよね。そうですね。で今回これで予算規模、この補正予算で組まれたのは2兆円ぐらいなんですけれども、2兆円じゃ全然足りないと、やっぱり50兆ぐらいいりますよねと。でこれ50兆っていうのはどういうことかっていうと、これ岡三証券の試算でね、2018年の中小企業の税引き前利益、これ21兆円あるんですよ。で売上が仮に3割減ったとした時にどれぐらい中小企業の損害が出るかというと25兆円マイナスが出るということが想定されてるんですね。で3割減ったとして25兆円の損失が出るのと、それからもともと得ていた利益21兆円足して、まあ、大体50兆円弱になると、まあ、それで50兆円ということにしてるんですね。それでこれの話でね、一つ私が大事だと思ってる話は、これ前の第一次提言でも言ってたんですけど、粗利補償しなきゃいけないよってことを言ってるんですね。でこれが私非常に大事だと思ってて、でこれ企業の損益計算書をこうイメージにしたものなんですけれど、粗利補償のイメージって書いてますけどね、これ企業ってのは売上高から仕入れ原価を差し引いたものが粗利って言いますね、はい、仕入れ原価差し引いたものを粗利と言います、で企業はこの粗利の中から人件費を払い、この粗利の中から人件費を払い、家賃払い、リース料払い、水道光熱費払い、その他の経費を払って営業利益というものが出ます、でこの営業利益の中から支払い利息を払って、で税引き前利益出ますけれども、そこから法人税等を払って、当期の利益が出ます。で当期利益が出て初めて借入金の返済ができるんですね、なのでこれ粗利を保証しないとこの流れが全部払えないんですよ、どこかで滞るんです、で個人事業なんかの場合だとこの当期利益の中から自宅の家賃払ったり、あと自分のご飯の食費が出たりとか、子どもの学費払ったりとかしてるんですね、なので個人事業主なんかの場合もこの粗利を保証してあげないと生活ができなくなるんですね、なのでこの粗利保証しなきゃいけないってことを言っているわけですが、まあ、今いろいろ取り沙汰されてるのは人件費をやりましょうとか、家賃やりましょうとかね、そういうことやってるわけですよ、この一個一個やってったらものすごい手間かかるし、ものすごい複雑化していくわけです。業種もいろいろね、種類が違うから。そうなんですよ。だからこの粗利保証しろと、でここで言ってるこの持続化給付金というものをね、これせっかく新しい制度ができたんで、これを粗利保証に当てられるぐらい拡充してね、今2兆円のものを50兆円まで拡大すれば相当使えるんじゃないかということですね。で2番目はこれ中小企業に対する資本投入、これ大企業に対してはおそらく
航空会社とかね、うん、今もう全日空も JAL も虫の息になってますから、そういうところは資本投入という話が出てくると思うんですけれど、うん、大企業だけあって中小企業はそういう制度ないのかっていう批判がありますから、うん、中小企業もそういう制度を入れましょうねということで、この資本注入ですね、うんうん、それから医療介護の現場への支援、まあ、これ言うまでもないと思います、うん、これも5兆円やりますよと。それから地方公共団体の臨時交付金、うん、これも今度1兆円ちょっとでしょ、1兆円ですけれど、うんうん、全国知事会からはプラス 1.5 兆円にしてほしい、だから 2.5 兆円してほしいって言われてるんですね。でそれを2回分ぐらいやらなきゃいけないだろうということで5兆円、うんうん、それから大学生とかがもう学費がなくて、大学を考えますよっていう人が相当出てきてますから、まあこれも1人100万円ずつで100万人手当てできるようにということで1兆円、それから就職氷河期をね、今回生み出しちゃいけないということで、新卒で雇い辞めになっちゃった人とか内定取り消しになった人とか、そういう人を一時的にでもいいから公務員として採用するべきだろうというのもこういう柱ですけれど、あとこのコロナが終わった後ね、やっぱり経済の V 字回復を達成するために消費税ゼロという議論もタブー視せずに積極的に検討するべきだということを書いてますね、まあ、こういうの、これが今回の提言の趣旨です、はい、誠に私から言うと筋が通ったね、はい、必要な、特に今粗利補助っていうね、はい、これはすごく大事なね、はい、話で、今言ったように個々のいろんなことで言ってると本当に複雑になって、そうなんですよ、間に合わなくなるしね、手続き上もと、いうことなんですが、田村さんこれはどうですか。まあ、やっぱりざくっとマクロ的にね、うん、考えれば非常によく分かる話でしてね、うんうんうん、というのは今の民間 の、まあ、そのアナリストの予想平均でいうと、なんか 4月から6月 の、 この、まあ、年度でいうと第一四半期ですね、はい、この GDP の年率換算の伸び率がです、ね、まあ、要するに、まあ、マイナス 21% とか、うん、ね、なんとか言ってますね。でこれ年間の計算で金額でいうと、うん、要するに110兆円、うん、要するにロスするわけです。で要するにこれが L 字型でそのままその伸びないと、うん、さらにあるいはもっと下がるかもしれないというふうに今考えると、うん、まあ、おそらく110兆円以上その GDP がね、うん、年間でいうとこれ減っていくという、うん、まあ、そっちの方が非常に可能性として高いわけです ね、 すね。要するにね、110兆円、要するに5分の2、要するに5分の4になっちゃう、うん、2割以上ね、経済が縮小するというのがどんなに恐ろしいものかっていう ね、うんうん、ね、それこの認識がね、これやっぱりどうも官邸ちょっとね、ないんじゃないかっていうか、甘いんじゃないかと思うんですね。さっき言ったように財政規模がありましてとかいうね、うんうんうん、全くだからそういう意識がない。そうそう、それはこの中小企業だとか、まあ、大企業のまあ業種の一部とか、うんうん、まあ、そういうふうにこう個別のセクターにこう落とし込んでいくとね、うんうん、何が必要かっていうのは、まあ、当然さっきのね、うん、安藤さんおっしゃるような、うんうん、そういうところにだからじゃあこういうふうにどんどんやろうという、そういうことになると思うんですけど、肝心のね、これ要するにね、日本の GDP がね、要するにね、2割以上も減っちゃうということが、いかにこれがね、氷河期どころでなくなるわけですよね。それとやっぱり一つはね、もう一つ私は要素として別のところでも言ってるんですけど、やっぱり、ね、石油の問題あるじゃないですか、うんうん、今激安になってるっていうかね、今ちょっと今日はちょっと分かりませんけど、昨日だいたい13ドルか14ドルぐらい、うん、バレルあたりね、うん、ということは全然コストに合わない、うん、で困ってるのはロシアも困ってるし、うん、まあ、困るっていうかね、うん、まずいのはサウジとかイラン、うん、イラク、うん、でアメリカもあんまり良くないですよね、こういうのはね、産油国っていうのはね、うん、まあ、イスラエルも産油国になってますけど、うん、となるとこれせめて40ドル以上にね、うん、持ってきたくなるだろうと、うん、そうすると、いや、はっきり出てるのはこれもなんかホルムズ湾とかなんかで戦争を起こすか、うん、アメリカの 9.11 みたいな形で過激派を使った形でね、うん、何かの形でこういうことをやらざるを得なくなる、うん、で困るのは中国と日本なんですよね、うん、石油輸出、うん、ね、輸入大国ですから、はい、これにこういうことまで加わるとね、うんうん、普通今のままだとこれコロナ、うん、というかウイルス騒動だけですけど、うん、そういう状態が始まると、うん、油も止まる、エネルギーも止まる、うんうん、で食料もね、バッタの問題とか今本当に食料安保の問題、エネルギー安保の問題、うん、で、まあ、中国またやるかも分かんない、うんうん、大変なことになってるのに、うん、今言ったようにね、100兆とか、ね、用意しとけよと、うん、そしていざとなったら機動的に使うね、ような形で、うん、
それともう一つこれ言うと、日銀がちゃんと、そうちょっと説明しないといけないですか。はい、日銀がね、まあ、これご覧の皆さんご存知だと思いますけど、日銀が政策決定会合で、とりあえずもう上限設けずに国債の買い入れをするということを決定しましたよね。まあ、これは極めて好ましい決定だというふうに思いますし、もう日銀はもう国債どんどん出してくれと強いメッセージを出してるんですよね。だからあとはこれを政府が受け止められるかどうかだと思うんですけれど、まあね、これが今のところ受け止めないかもしれないみたいな流れになってますが、あまりその問題言及しないですもんね。そうなんですよ。ただまあ日銀がここまでこう懐を広くしてくれてるのは非常にありがたいことだと思うし、まあ躊躇なくね100兆円でもドンと出したらいいと思いますね。市場もそれで全然動揺もしないですからね。あの時ね、日銀の政策決定会合に西村さんがね、経済財政再生担当大臣で、まあ、彼がだからポリシーミックスですと、こうまあはっきり言ってたからね、じゃあまああの西村さんだからその分ポリシーミックスはどういう意味かっていうのは分かった上で発言なさったんだろうからね、要するに財政とその金融をこれはもう両方組み合わせてやるんだと。それで日銀がだからその上限なしで国債をどんどん買い入れるっていうなら、要するにその政府としては必要なその財源としてね、もう直ちにその国債を大量発行していくと、でそれをだからその結局まあ日銀がそのまあマーケット経由ですけどね、それを買い上げるとまあいう、そういうことで要するに何の問題はないというか当然の話なんですね。そうですね。そうですね。でね、やっぱり今世界の経済が人と金の動きがね、ほぼまあ止まってるっていうのかな、動かなくなってる状態の中で、やっぱり田村さんね、ここの記事なんですけど、いえいえ、私本当これ言いたいの、金資源超大国、超大国ですよ。そうなんですよ。コロナ恐慌を克服できる日本と、これちょっと今度ちょっと説明してくれますか。まあ要するにね、日本では、ね、金余ってるっていうか金をなってるっていう意味では、これは日本の中にあるこの現預金ってやつですね。でこれがだから今 GDP の2倍以上あります。でそれで国債を どのくらいまあ発行しているか、その残高っていうのを比べるとね、これをもう、要するに はるかにこれ凌駕しているわけですね。でじゃあアメリカはどうかっていうとね、現預金よりも、ね、国債の発行残高がはるかに大きいんですよ。だからアメリカは大変なんです。でアメリカはどうすればいいかというと、結局ね、日本から金引っ張って日本から安い金が入ってくるしかないんですよね。で、まあ、だからそういう形でね、日本が余ってね、日本は不況というかデフレに沈んで、それでアメリカへ流れて、でアメリカはそれで安定するっていう関係なんですけどね。でだからアメリカはなぜね、このそういうふうに今回のね、真水を中心としたその3兆ドルの財政支出でやるでしょ。そうなんですよね。そうするとね、これ一番な問題は何かというと、国際相場がね、その大変不安定になると、いうことであれば、だから当然には FRB 連邦準備制度理事会がね、これを無制限に国債を購入すると、これコミットするわけです。だからアメリカもそれを分かってるんです。いやそうなんですよ。だから、なんでうちあね、まあ簡単だけど3兆ドルっていうのはだいたい300数十兆でしょ。ね、日本だって同じように100兆のね、日銀 OK って言ってんだから。それでやれるわけですよね。これ出さないと円高になっちゃいますからね。だからなりつつありますよ今。日本はだからお金すり負けてね、それで とんでもない超円高になったのがリーマン後でしょ。そうですね。同じことやっちゃダメですよね。同じことで、なぜこんなバカなことをずっとね、やるのかということなんですけど、今の言った田村さんが今ちょっとちらっと言ってくれた、そういう形のシステムができてるっていうね、日本からお金を引き出していくという、まあ、いうことですよね。まあ、だから、2019年歴年ベース1288兆円の現預金総額があります。家計と企業を合わせてね、でそれに対して政府の国債発行残高がですね590兆円ですからね、もうなんか楽々これ消化できるんですよ。そうですね、要するに100兆円、仮にですよ、国債を追加発行しても、全然その日本の国内にあれ余ってる金でそのまま積むわけです。
その上に日銀がだからその上限なしで買い入れますよとこう言うから、うんうん、もう本当にねこれはね日本はもう贅沢やってるなっていう。いやだからね一気にね100兆、まあ、100兆も結構大きい金だけども、うん、100兆200兆やったってね、うん、そうそうそうどうってことないんだよね。ビクともしないんですよ。ビクともしない。どうしてそんなこれ極めて皆さんお二人のお話って分かりやすいと思うんですよね。なんでっていう感じなんですよ。だから有り余ってて1288、うん、要するに1300兆円近いね、現預金があるんですよ、うん、でこれ使わないわけですよ日本国内で、ね、俺がそもそもなんかいろんなことで脅かすっていうかね、うんうん、なんだか国債がなんか暴落するだなんだね、うんうん、なんだかわけのわかんないことを言うっていうね、日銀が買うって言ってるんだから暴落するわけないじゃないですか、ね、しかも全然、ね、そもそも買わなくても暴落しませんから、ね、そう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 ね、全然問題ないんでね、うん、だからこういうようなこの戦後の一種の経済システムがねアメリカとのつながりとかそういう形でなってたことは分かるんですけど、今これ日本の国の存亡がかかってるっていうね、うん、問題なんですけれども、さてその今言ったもう一つ中小企業、私ね今回一番辛いのは中小企業が影響を受ける。そうです。そうです。やっぱりこれは大企業はある意味で言うと480兆ぐらいですか、内部留保とか、あれはどうなんですか。いや、そうなん、これ内部留保っていうより手持ち現金ですから、うん、大事なのは内部留保よりも手持ち現金いくら持ってるかですし、うんうん、ただこれさすがに大企業も、うん、まあ、特に運輸関係とか、うんうん、あと百貨店のね売上高ももう7割8割落ちてるじゃないですか。さすがに大企業も持たないですよ。なるほど、ね、だから経団連ですらおそらく保証のことを言い始めますよ今回は。ね、もうそうしないと、もう地方もう交通インフラが壊滅します。うん、そうですね、今日も私、今日新幹線とかもね、うん、やっぱりもう連休の間9割減とかでしょ。そうそう、うちの人に聞いたら一人しかいなかったって。いや、だから、ね、そんなんだったらさすがの JR 東海だって持たないですよ。そうですね。そう、だからもう各交通インフラ、百貨店、うん、そういうところもね壊滅状態になりますから、うん、まあ、そういったも大企業もですら持たない、うん、で中小企業はもうそれ言うまでもないですよね。でね、これが一ついろんな意味で言うと、その非常にフーバー大統領からいわゆる強硬になっていったね、それでルーズベルトになった、そしてその後が戦争になったと、うん、でもこの歴史に結構似てるんですよね、うんうんうん、今の状況が、うん、まあ、そういうことを考えたとき、それから石油の今の状態とか軍事的にもきな臭い、それから中国自体が非常にその危ない状態に今経済的に来てる、失業率が、まあ、これ発表よりも随分多いんじゃないかと言われてる、うん、で農民の反乱も考えられる、その難民が発生する可能性もある、内乱が起きる可能性もある、うんうん、もっと言うと軍事的な対外や尖閣諸島に進出する可能性もあると、うん、もうありとあらゆることがいろいろね、うんうん、なってるのに、これちょっと安藤さん、政府そういう対応できてないでしょ、危機対応ができてないでしょ、まだ全然。いや、まだそこまでの覚悟はしてないと思いますね。ないですよね。で、やっぱり今回のこの危機は、うん、ウイルスの蔓延を止めるのは、これは確かに試行錯誤な部分があると思います、うん、ウイルスの正体もまだ確実に明確にもなってないから、これちょっと大変だと思うんです、うん、思うんですけど、少なくとも経済的な被害からは国民を完璧に守ることができるんですよね、この国は。お金出すだけでこれ守れるんですから、うん、だこれをちゃんとやらないと本当に国内でもうすでにちょっと犯罪も増えてきてますよね、うんうん、それから失業率が増えれば自殺者も増えてきますから、うんうん、これ変動してますよね、連動してますよね、連動してますから、そうで、やっぱり職を失うと人心が進んできますね、うん、国内でも相当この治安の問題っていうのは出てきますね、うんうん、でこれを抑えるだけの力を本当はこの国は持ってるんで、だからここで100兆円ドンと出してね、少なくとも経済的な困窮から皆さんを救うというメッセージ出して、で世界は混乱するかもしれない、世界は混乱するけど、あ、日本に生まれてよかったなと、そういうことを実感、そうなんです、そういうことを実感してもらえる本当にいいチャンスなんですよね。日本国政府はそこまでやってくれるんだと、そこまでやる力があるんだと、これをね本当に示すべきですよね、今政権はね。そう、ね、だから実行はまあとも、まあ、いろんなね事務的なあるいは国会審議とかいろいろあるけど、うん、100兆円っていうのを総理がねぶち上げるだけでもね、うん、全然違うっていうね、はいはい、早くねやらないとね100兆円でも足りなくなりますよ。いやそうなんですよね、うん、よくね私は歴史のあれやると、うん、ガダルカナルのね、うん、
ちょこ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 投入して、最後は負けて撤退しなきゃいけない、あれ一時的にドカンとやってればよかったわけですよ。こういうあの中途半端なあの注入っていうかね、こういうもの自体が今回そういう感じがすごくしてね、最初もどうせ出すのは2時3時やらなきゃいけないって彼らも言ってるぐらいなんだから、最初からドカンとね、あの最低でも50兆60兆出すと、あとまだまだ考えるぞと言ったらみんな一応安心するんですよね。そうですよね。これ今やるべきことは第二次補正ですか、お二人にちょっと聞きたいんですけど。まあ、今の第二次補正ですよね、でも緊急事態宣言は延長するということはほぼほぼ確実になりましたから、まあ、これはもうウイルスの蔓延を抑えるというのは、まあ、これはしっかりやってもらわないと、これは国民の皆さんにね安心感を持ってもらわないから、これはしっかりやらなきゃいけないと、まあ、あとは経済ですよね、二次補正一日も早く通して、そして少なくとも経済的な困窮からは皆さん守りますから安心してくださいという強いメッセージがどんだけ早く出せるかだと思いますね。あのこれちょっと間違ったら、私はお二人は、ね、経済専門にねいろいろ結構あれなんですけど、あの少なくともこのままずるずるこんな形でいったら、あのみんな弱って倒産する、あるいは倒産に近い状態になる、そうすると例えば北海道で今アリババがね農産物のあの吸い上げる、北海道のネットワークを始めたんですよね、で中国に輸出する、つまりそういう形で企業買収、土地の買収とか企業買収がこう弱ったところで買い叩いてね、起こるんじゃないかと、バージンエアがちょうど中国航空ですか、中華航空かなんかがもう買収入ってるとか、いうことを考えると、これもちろん JAL とか ANA は政府さすがにそれは思いますけど、でもそういう状態、他の会社だとね、そういうものは全部まだ、つまり日本のメインの企業とかそういうのが弱ったところで買われて、全部あの日本人はみんな労働者だけになっていくと、経営者がいなくなっていくっていうね、こういう事態も今、私は実はその戦略的にね、その中国やアメリカやみんなそうちょっと頭のいい人たちは日本の政府と違ってね、ちゃんとそこの先まで考えてるんじゃないかっていう気がしてるんですけど、ね、大いにあると思います ね。もう中国はウイルスを抑えたって言って、もう経済の再開始めてますよね、そうですよね。で一番先に回復するのは中国ですよ多分、ドーンと国内で金使って、でそれこそ国債もすりまくってね、どんどん金使うでしょう。それと中国企業だけがものすごく大きくなってって日本企業は弱ってて、そこにもどんどん中国資本が買いに来ると、で今でさえ日本の会社はどんどん中国資本に買われてて、これを指を加えて見てる状態なのに、よりひどくなりますよね。でアメリカは多分うまくやるんですよ。だからアメリカと中国がどんどん大きくなっていく中で、日本だけがどんどん沈んでいって、結局両大国に挟まれて日本はその狭間にある、もう経済大国じゃなくて経済中国ぐらいで、もう両方からこう食い物にされるっていう最悪の事態が起きる恐れはありますよね。だからその、まあ、さっき田村さんが言った、ね、言葉で言うと、日本はやっぱりそういう状態のキャッシュディスペンサーとしての、ね、役割しか負わされてなかったし、今その100兆円のこの政策をやると困るのは他の今アメリカや中国やあるいはヨーロッパの国もね、ここまでやるところはないですからね、それからもっと言うとこの発生率と感染率も抑えてますけど非常に低いんですよ、死亡率も何もね、これちょっと異常なぐらいなんですよ、あのこのことを考えると日本の産業とかその一緒に止めてるっていうね、あの止めようとしてる、こういうことも、まあ、ちょっと勘繰りすぎかもわからないけど私はあると思ってるんですね、一人で動き出す日本、お金を100兆使ってみんな元気出そうぜと、で仕事もやろうぜと、なってきたらめちゃくちゃ困るというねのがやっぱり独り勝ちする可能性もあるんですよ、これだからここにあの金資源超大国ということを考えた時ね、使えば本当にもう一回ジャパンズナンバーワンというかね、そういうな一つの V 字回復ではないけれどもきっかけにはなるし、少なくとも L 字回復よりもうちょっとマシな状態が生まれるんじゃないかというのが私の、ね、見方なんですけど、田村さんこの辺はどうなんですかね。だからね、ここのところの認識が、まあ、非常に、まあ、日本の場合こう甘いんですけどね、
これはもうずっとこれが20数年間、はい、そうですね、これをやってきたっていうか、もうお金をひたすら貯めてね、それで今三つ君をやるっていうキャッシュディスペンサーになるっていうこのビジネスモデルに、まあ、なっちまってビジネスモデルですか、だからこれをね、だからこの際コロナ恐慌っていうのはね、実はまあそれを吹き飛ばすね、もう絶好の、まあ、ある意味でそれはチャンスにしなきゃいけない、理由になるんでね、これ、うん、そうです、本当にその思い切ってね、ということはその今ね、正直言うとどうしたらいいかというと、これ安藤さんね、安藤さんの勉強会のグループ、それから消費税の時は、まあ、あの山田博さんやね、はいはい、長尾隆さんのグループとも一緒になって100人ぐらい以上かな、はいはい、でこういうことをね要求して消費税を少なくとも0か 5% ぐらいまで下げろとかね、はいはいはい、いうのありましたけど、この流れはどうなんですか。これは、うん、あの100兆とにかく大規模な第二次補正が必要だというのは、うんうん、この流れはできてくると思います。なるほどね、で自民党の中でも、うん、私昨日ですか、うん、昨日全国会議員に、うん、今回の提言に賛同してくださいという文書を出しました、あの、うん、全ての自民党の国会議員にね、そしたら結構反応も良くてですね、はい、閣僚経験者の方も賛同しますというのが今返ってきてます。だからそれなりの方がやっぱり一次補正あれじゃ足りなくて、二次補正相当やらなきゃいけないという危機感は共有しつつあると思います。でそれプラス野党もね、国民民主党の玉木さんなんかも100兆円のコロナ国債出すべきだってことを言ってますし、他の野党でも言ってる方出てきてますよね。だから国会議員の中で相当これは共有してくるだろうと思いますから、ある程度出していかなきゃいけないということでは共有すると思います。それと先ほどあの社長おっしゃった、あのこれうまく乗り切ったら日本がものすごく有利な地位になる、これはまさにその通りで、だから粗利保証をやって企業が現状のまんま生産力を維持したまんま凍りつけると、で凍りついてこのコロナが終わった時にはすぐにスタートできると、そういう体制作っておけばですね、これができる国は案外少ない、少ないですよ ね、少ないですよね。そうすると日本550兆560兆の GDP を生み出す力を持ったままスタートできるんで、ものすごく優位になるわけですよ。そうなんです、まさにジャパンアズナンバーワン最大になるわけですよ。もう一歩ね、進めるあれになるんだから。そうなんです、だからアメリカ中国日本というところに行ける大チャンスなんですよね、これ。でもこれもしかしたら最後のチャンスかも分かんないですよね。そうだからここでこけたら本当にもう相当大変になると思います。もう開発途上国になっちゃうぞっていうね。だからこれ最悪の場合はちゃんと保証しなかったら金融不安が起きてきます、返済滞り、金融不安が起きます、それから不動産の投げ売りが始まってくるから資産デフレが起きます、そうするともうリーマンショック後とかで、あのバブル崩壊後のバランスシート不況がもう、までやってきて、これ回復するのものすごい大変になりました。そうなんですよ。だからもうここで100兆の金を出し渋ってたら、もうその後本当に子どもたちにえらいツケを回すことになると思いますね。もういや本当立ち直れないぐらいね、あの影響をその長期化するっていう、ね、感じの、田村さんどうですかこれ。だからさっきのね、なんか日経新聞にない。いやそうなんですよ。よう分かんなくなってるね。日経新聞ってのはもうどうしようもないなと思ってね、私のまあ本来古巣なんですけどね、要するに経済は本当にこう分かってないんですね。で従来のようにとにかく財政再建、財政再建、それで緊縮財政こうやってればいいんだと、そしたら恒大に負担がないんだ、逆でしょ、そうなんです逆なんです。今恒大に負担をどん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 残してんだって、なぜかといえば結局デフレ不況が続くから、それどうにもならないってわけですね、だから財政も収支も全然これはね、改善できないと、増税してまたさらに、財政収支健全化しないというね、非常にこう目も当たらない状況にまああったわけですよ。だからここでだからこのコロナ恐慌、コロナショックですから、もういい加減にね、あの日経もね目を覚ませと言いたいですけどね。本当そうですよ。まあこれねやっぱりあの田村さんがまあソフトにおっしゃってたけど、アメリカにとっては今までのスタイルがね一番都合がいいっていうかね、あの今言ったようにお金は日本から吸い上げていくというね、そのシステム、この問題っていうのはやっぱりこれはコロナの問題で今お互いにこういろんなことで各国がやり始めてるから、本当に最後のチャンスだと思うんですけどね、あの、まあ、自民党の中でもそういう流れが少しできつつあるという、ことはあれなんですけども、どうですかその
今言ったように私はね、じゃあ誰がやるかって言ったらね、もう安藤さんね、安藤さんも今55ってお聞きしたけど、はいね、はい、もうこういう皆さんがもうね、あのはっきり言うと、あの私今度は総裁選出たらどうですか。もうそれはまだまだ、まあまあね、というね、あの本当にね、そういう声を上げてね、あの若い力っていうか、まあ、別に50から若いってね、もう中、まあね、本当に安倍さんもやってますからね。そうなんですよ。だからもうね、私はね、あの当時ね、安倍さんがそういう頃ね、あの我々は本当に応援したっていうかね、いうことはありますから。ただあれは戦後レジームの脱却とかね、いろんなこと言ってくれたからね、水野の君の資本主義とか、まあそういうことだったんですけど、やっぱりそういう意味で党の中に本当に党中党じゃないけどね、 まともな経済政策を打ち出せる グループというか、そういう、ね、ものをやっぱり作っていかないとまずいし、我々も本当は皆さん応援しなきゃいけないし、党外でもそういう勢力を本当に、ね、増やしていかなきゃいけない。あのね、これちょっと言うとね、あの、まあ、かつて小泉さんが全然意味違いますけど、自民党をぶっ壊すって言ったけどね、はいはいはい、あの本当にね、ある意味で言うと戦後のこういう今日まで来た自民党を、ね、ぶっ壊す内部からね、うん、あの本当に良きね、本当の意味でのね、うん、あの日本を仕事した自民党を作る、うん、まあ、名前はどっちもいいんだけども、でもそういうね、流れをもう作らなきゃいけない時代が来てるって、これはやっぱりその継承を、ね、今安藤さん鳴らしてると思いますけどね、うん、あの田村さんいつもあの孤立無援でこの消費税の問題とかね、あの財政出動の問題とか、財政じゃなくて財政均衡論の問題とかずっと発言し続けてきたんですけども、多分どのぐらいいました、あのもう消費税を、ね、やめろとかね、下げろとか上げちゃいけないのか。そうですね、リーマンショック以降ずっと一貫して言ってきましたから ね、で、まあ、民主党政権になった途端にあの畑中幸雄総理ですか、あの、はい、官邸に町のうちに呼ばれてね、はい、それでわざと財政と金融両輪回しなさいってね、うん、あの畑山さんに言ったんですよ、はい、そしたら日銀の方にじゃあ話してみますってね、うん、官房長官の平野氏にあの、うん、命じたんですよ、はい、そしたらね、あの全然あの何でも動いてないから、うん、あとあの畑山さんが、うん、あの失脚した後にね、うん、ある会合でパッタリ会ったんですよ、うん、それで畑山さん、ああいう話ってどうなったんですかって言ったらね、うん、いやあれ平野君がね、あの日銀の白川さんに聞いたんだけどダメでしたって、うん、そんな調子だからねもう全然ね分かっちゃいないっていう、あ、で民主党だってね、あのきちんとね、まあ、そういうことで踏まえて、うん、あのやってればね、まあ、あんなざまにはならなかったと私は思うんですけどね、うん、いやいや、うん、あの私ね、だからあの別にね、変な理論とかね、あのこと、まあ、変な理論とかじゃなくて、あの例えば野党で言うとね、まあ、玉木さんは少し理解し始めてるのかなって気がする、うんうん、それと同時にもう一つ、あの私は絶対反対してますけど、令和新選組のね、うんうん、あの経済論は基本的にはそれに近いんですよ、うん、そうですね、だからただ、まあ、あの間違えると極左集団でね、あのそれじゃ困ると思うけど、少なくとも国民の命と、ね、政策守るためにはね、うん、消費税ゼロにしろっていうのは正しいことですよ、うん、これそうですね、あのでも誰が言うか誰がやるかっていうね、うん、そうそうそう、これがすごく大事なことでね、うんうん、あのね、安藤さんのようにこう、うん、理論とこの政策論がね、うん、これ一致していくっていうのは、うん、そういう政治家っていうのはそういないんですよね。そうなんですよ。ただしその政治家って本来は、うん、あの安藤さんもそうなんですが、うん、その動物的考えなきゃダメでしょ、うんうんうん、実はこれは100兆円必要なんだと、はいはい、うん、そうですね、まずこれをね、あの見せ金でもいいからね、いやいや本当そう、やる気はあるって言えばいいんですよ、うん、だからあの例えば、うん、いろんな反対あったけど、例えば田中角栄さんのね、うん、日本列島改造論ってね、うん、あれ、うん、あのいろいろありましたよ、それは、うん、でだけどあれでみんなそうか、日本中がよくね、うん、こういろんなもので公共事業で土建屋行政って言われたけど、少なくともいろんな形でね、あのインフラが整備されたっていうね、そう夢が終えるんですよ、それということなんで、だからね、100兆円ということで、あそうか、100兆円ということは一人、まあ、単純計算すると1億2000万ね、うんうん、そう100万円ぐらいずつね、そうそうそう、あの赤ん坊もじいちゃんばあちゃんも全部含めて一人100万円かと、そうかそう、まあ、企業も個人もあるけども、うん、つまりそういうことになるとみんな安心するんですよね。そうですよ。だからね、うん、あの私ね、本当にね、隠語をドケチ政権って言いたいんだよね。ドケチっていうのは本当にね、前に言ったんだけどね、うん、
ケチする必要ないのにね、今、うん、そうなんです一番、うん、ということで、まあ、あんまり愚痴になってもいかんけども、そういうことで皆さん声を上げましょう、これ、うん、ね、というようなことなんですけど、それともう一つちょっとこれは田村さんにちょっとお聞きしたいんですけど、今どうですか、これ前もちょっとお聞きしましたけど、中国と中国の経済相当落ちてますよね今。あ、中国経済ね、それは落ちてますよね、これ。ただまあ安藤さん言ってるようにね、うん、実体経済はまあ党の強権がありますからね、うん、工場をまあ無理やり再開させたり、うん、それでまあもう大丈夫だと思われる動き動きでこうやるでしょ、うんうん、それなりにね、だからね、その人と物が動くわけですよ、うん、まあ集中と選択というかね、先生、そうするとね、やっぱり国内マーケットはまあそれなりに大きいですからね、うんうん、結構だからね、それは回復していくということになりますね、うん、で他方でね、まあ、中国はまあ一番のネックはできる限りね、政府は財政出動したくないし、うん、それから中央銀行もお金あんまりすれないんですよ、実は、うんうん、なぜかというと米中貿易戦争で、うん、要するにドルが入らない、うん、でもう一つはあれ資本投資がね、うん、それなりに大きいですから ね、だからね、あんまりお金すれないわけですよ、うん、だから今の中央銀行である中国人民銀行の資金の発行高を見ると前年同期比でいうと横ばいかマイナスです、うんうん、つまり景気引き締めまだやってる。なるほど。これは中国は一番だから政策的に本当は出したい、ね、困ってる、うん、困ってる、うん、だからね、だからこそね、逆に重点的にね、うん、対外的に例えばそのおっしゃったように北海道を買い占めるとかね、うんうん、もう有事のところをどんどんこの際その、ね、侵略していくっていう、うん、こちらの、ね、動機がものすごく激しくなると思います。大きいですね、うん、今自国内のものよりは逆に人口の問題も含めて世界中に人口ばらまいて自国の経済それで支えようとかね、はっきり言うと中国共産党っていうのはいわゆるウイルスで老人たちが死んでね、一人っ子政策のね、ツケがあんまり回らないようにそこまで考える、でそれをまた他国にみんな輸出するっていうのが人口輸出っていうか侵略って言ってもいいんだけど、人口侵略って言ってもいいんだけど、そういう政策ちゃんと戦略に取ってますからね。そうそうそう、これはもうね、小平の頃からね、植民政策やってんです、実情の、うん、でこれはね経済合作と言ってるんです、うん、でこれが一番大きい対象国がアメリカなんです、うん、でコロナウイルス の感染者の数が一番多いのもアメリカなんですけど、うん、だからこれ比例するんですね。なるほど、うん、経済合作の規模と、うんうん、いや、うん、だからちょうどね面白いのはこれがその最近こうちょっとバレてきたというのがいろいろ報道されてますけど、コロナウイルスって言われてる、まあ、我々は武漢ウイルスって言ってるんですけど、うん、ここのウイルスの研究所にフランスがすごく関わってたと同時に350万ドルでしたっか、アメリカのね、うん、まああれもお金も出てたと、最近研究所のね、はい、うん、こういうもの出てきて、つまりどういう形であそこがあったかっていうのがね、うん、まあ、どういう形っていうのはつまり細菌兵器とかいろんな意味でウイルス研究所っていう形でね、それぞれが思惑でいろんなことをやってたっていうね、ことが分かってきて、今回ソフトな、まあ相当人は死んでますけど、それでも炭疽菌とかああいうエボラ出血熱ほどの致死量はない、ソフトででも前の国を全部経済やシステム破壊できるこういうものを開発されちゃったっていうね、これ非常にこれからの問題で大きいと思いますね、うんうん、こういう形の経済戦争というかな、長原戦というのができる、中国もアメリカもみんな気がついていると、うん、でこれ私はそのコロナの、コロナウイルスといわれる騒動の中で経済的な意味での破壊装置としてね、うんうん、この武器がすごく、うん、一種の合法的っていうのかな、うんうん、いうことでできるっていうのはこれから本当に、うん、ちゃんと戦略で見てこなきゃいけないと思うんですけどね、うんうん、政府に一番心配なのは単なるこれバイ菌かなんかひどいウイルスが入ってきてね、うんうん、インフルエンザの菌が入ってきて、うん、でそれでみんな困ってるってその程度しか見てない、うんうん、つまりこれから繰り返しこれは、うん、攻撃される可能性あるっていうかね、うんうん、アメリカと中国がお互いにいや米軍が振りまいたんだとかね、うんうん、いやあれはあそこから出たんだとか言い合ってるっていうのは、うんうん、お互いにその兵器としての今のこの騒動を見てるっていうことなんでね、うんうん、これそれと今言ったところで中東のあれはちょっとどう見てるかちょっとお二人に聞いておきたいんですけど、今石油のね
そうですね、危ないんですけど、すごい。コロナも今ものすごく関係してきましたね、はい、だからレバノンとかね、はい、割とちょっと落ち着いてきたかなというところが今もう、もう暴動暴動でしょう。そうです、うん、だって経済が大変なことになりました、うん、みんな動けないしね、はい、でもう全部そうですよね。だから中東の、ね、情勢っていうものがね、もうそのオイルの問題から、うん、それから経済が地理品で、はい、みんな暮らしていけないになる、うん、ということですからね、うん、なんてこれ本当にこれ世界のカオスっていうのが、うんうん、もうどうしようもないレベルまでこれ、ね、広がるっていうことなんですかね。だからね、ちょっと先のことを見るとやっぱりこれ価値観、世界の価値観が相当変わってくるっていうかですね、うんうん、もう価値観全体がこれまでのこういういわゆるそういう政治経済文化のね、うん、価値観もひっくり返す、うん、そういう時代が来るっていうね、うん、私はやっぱり象徴的なのはウィル・ゲイツが、うん、なんかウイルスじゃない、このウイルスに対するねワクチンを一生懸命かかってやってる、はあはあ、もちろんその、まあ、なんていうんですか、そういう国際金融商とも一緒にくっついてね、うんうん、やってますけども、うん、これビル・ゲイツ実は5年前の私ちょっと5年前だったから3年前だったとちゃんとこれ予測してるんですね、はあ、こういうもの時代が来ると、うん、ウイルスとかそういうもの自体がね、うんうん、でこれもまたすごいビジネスとかコントロールする、うん、食料安保と同じようにね、うんうん、小麦を抑えるとか、はいはい、いろんなものと同じようにその人の公衆衛生っていうものをね、うんうんうん、コントロールできるようになるっていうのもこれも核兵器と同じようにすごい、うん、武器になってる、うんうん、でこういうのまでそのイメージできてる、うん、それともう一つはやっぱりそのバーチャルな世界とかね、うん、こういう三次元の世界、つまり仮想現実っていうのがもっと大きくなってくる、うんうん、こういうとにかく価値観が全部変わっていく世界が今、うん、我々の目の前に来てるっていうのに、うんうん、ちょっとね本当に日本政府のデータ落ぶりが本当に心配なんで、まず、うん、とにかくまあこういうことが皆さん起こってますんで、うん、これからのこと本当に注目してもらいたいと思いますけど、まずでこの直近のものは100兆円のね、うん、ことを一つこれ希望としてもね語られなきゃいけないし、うん、こういうことが実際やれるんだ、リアルな問題なんだという、うんまあ、こういうことを皆さんね分かっていただきたいと思います。ちょっと一応メインの人たちだけですけど、はい、このこういう形で安藤さんちょっと一応見ましたら、はい、説明してください。はい、これ日本の未来を考える勉強会のメンバーですけど、はい、私一応会長でですね、はい、下にいるのは副会長、北海道の中村博之ですね、はいはい、ちょっと住所どんなのか分かりません、はい、それから、はい、これはちょっと名前入ってるかな、これ高知県の、ね、中西智参議院議員ですね、はい、1期目の参議院議員です、はい、それからその下が幹事長、これ茨城県の石川明正、はい、それから副幹事長で埼玉の木川田仁志、はい、でその下に事務局長で、愛知の青山周平ですね、はいはい、これが主要メンバーですね、はい、こちらにもまた、はい、あとメンバーが、はい、何人います、まあはい、顧問で木内先生ですね、はい、それからまた保坂先生、この人一期目、高橋日奈子さん、はい、上谷昇さん、鈴木貴子さん、杉田美代さん、で谷川トムさん、木村哲也さん、それから藤原隆さんですね、はい、これちょっと出てないですけど、それから井野敏郎さん、はいはい、足立さん、はい、足立俊之さん、うん、参議院、上野さん、はい、上野宏さん、新藤兼彦さん、はい、それから、はい、これ加藤さんっていうんですか、加藤さんですね、はい、加藤博文さんですね、高木圭さん、はい、はいはい、それから柳和夫さんですね、柳はい、そうですね、はい、それから泉田博彦さん、はい、原田さん、から原田健二さん、から武田俊介さん、はい、今枝総一郎さん、はい、小川克美さん、はい、小林茂樹さんですね、はいはい、こういうような主要なメンバーを、はい、ということですね、はいはい、今29名になりました、
まあ、これ2月に議員連盟にしましてね、うん、で29名までメンバー増えてきたのは非常に喜ばしいことですし、はい、やっぱりこう我々の勉強会ではもう反緊縮、うん、で反規制緩和、うん、反規制構造改革、うん、で反グローバリズムということをまあ基本的な方針にしてますけど、はい、やっぱりこういうメンバーをね増やしていって自民党の政策をまあ本来の保守的な、きちんとした保守的な政策に変えていくというのがこの勉強会の目的ですし、皆さんにもこれをご覧の皆さんにもですね、ぜひご支援いただいて、よりまた大きな力にしていきたいと思っています。はい、はい、まあ、そういう意味でぜひ皆さん、まあ、強引な言い方しますと、ね、これはみんなそれぞれ派閥とかね、皆さんには属している人ですからいろいろ縛りはありますけど、はい、やる気になれば20名いると総裁選に出られるというねいうようなことも私は感じてましてね、もうでもね本当にもうこういう激動の時代っていうかね、もう本当に言うと令和維新が必要なぐらいね、うん、明治維新以来の実はそのぐらい大変なことが今実は起きてるっていうね、世界の価値観が全部変わっていく、うん、価値観が変わる、そういう時代に我々まあこれをね機会として私はねチャンスだと思えるような人たちがね、うん、プラスのことを提案できる政治家たちにやっぱり期待をしたいと本当に思うし、そういう人たちをその後に続く人たちもね、我々が国盛衆やこういうところでどんどん新しいね人たちを作っていかなきゃいけないと本当に思います。田村さん、この中国今中東いろいろありますけど、世界経済アメリカ含めてここ1年どんな風になっていくと思いますか。まあね、今はなんかあれでしたね、結局第三次世界大戦なんですね、うん、そうです、本当は実はね、要するに戦争はね敗戦しちゃダメなんですよ、そうなんです、負けたらダメなんです、だから絶対勝たなきゃいけないんですよ、うん、だからおそらくねアメリカのトランプ大統領もね、うん、中国の習近平総書記もね、うんうん、メルケルもね、はい、みんなそれ考えてると思いますよ、うん、っ言ってますもんね、うん、戦争だと、これは戦争なんです、戦時国家も言ってるし、ね、戦争だということはね、うん、何が何でもねこれ勝たなきゃいけないんですよ、全くおっしゃる通り、うん、その戦争を戦争と言わない、うん、まるで日本国憲法のような総理になってしまった安倍さんなんですけどね、うん、これはどうですか、そのマークさん、おっしゃる通りで、うん、今こう目に見えないウイルスという爆撃機が来てて、うん、でこれが目の前の商店街を全部絨毯爆撃してて、うんうん、商店街が全部今壊滅しつつあると、東京大空襲ですよ、そういう状況なわけですよね、うん、でもこれ防ぐ方法は簡単で、金出せばみんな救えるっていう、うん、だから普通の戦争に比べればこの経済的な被害から救うのは非常にいい簡単だということです、うん、でもだからでもそれができていないのが非常にこう悔しいというところですよね。それと先ほど来社長もおっしゃってますけれど、やっぱりこう時代の転換点であることは間違いないし、でこれから世界はね、変なグローバリズムじゃなくて健全なナチュラリズムを取り戻さなきゃいけない時代になってくるだろうと思います。やっぱり自国民を自分の国の政府がしっかりと守っていくと、で食料もエネルギーも含めてね、産業構造も含めて、まあ、今回サプライチェーンが相当中国に行っていたのでこれはまずいよねということが改めて認識されましたから、やっぱり国内で少なくとも主要な商品、主要な部品については国内で作んなきゃいけないということも改めて認識をされたと思います。だからそういう意味でも経済的にも健全なナショナリズムが必要だろうというふうに思いますし、それから感染症対策を含めて安全保障体制ですよね、これでもずっとこの国土強靭化も全然されてこないし、基本的なこう軍事的な防衛力もまだまだ全然足りない、だから改めて国防とは何かということをね、軍事的なものだけじゃなくて食料とかエネルギーとかそういったものも全部含めて安全保障という意識をもっともっと高めてね、それにしっかり予算をつけて国民を守るという体制をこれから日本国政府はしっかりやらなきゃいけないと思いますね、まあ、本当にその通りだと思います。まあ、これからの時代、皆さん今日ちょっと特別にお二人おいでいただきましたけれども、こういうお二人の提言、本当に重く政府は受け止めてもらって、皆さん
100兆円支持するというのはあの官邸とかいろんなところにメールを送ることもできます、はい、いろんなことであのそれからあのこのさっき紹介しました安藤さんはじめそういう議員さんたちの応援ね頑張れよっていうだけでもちょっとあのメール1本ファックス1本でもあの力づけられますからそういう本気で日本を救おうとする議員を応援していきましょうというふうにそれは呼びかけたいと思います。あの、まあ、そういう意味で今日はあの緊急の、まあ、経済、対談ということでお二人おいでいただきました。今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。